予報センターから昨日発生した台風7号について解説していきます。はじめに衛星画像をご覧ください。九州の西海上を北上しているのがこの台風6号ですけれども、昨日発生した台風7号、小笠原近海にあって、今日になって中心近辺、しっかりとしてきました。台風が発達を始めているということが分かります。台風が発達するには海の温度、エネルギーの補給源である海の温度が知られていますけれども、現在の海の温度はこちらですね、このような分布になっています。左側に判例がありますけれども、赤色が29度、ピンク色になりますと30度ということになるわけですが、現在台風7号はご覧のように29度から30度ぐらいの海域にあるということが分かります。この台風なんですけども、この後の進路と合わせて見ていきたいと思います。現在中心気圧は985ヘクトパスカル、最大風速が25メートルで、西にゆっくり進んでいるといった状況になっています。そして明日の15時になりますと、中心気圧は975ヘクトパスカル、そして小笠原、父島にかなり近づく11日には965ヘクトパスカルで、台風の強さのランク、階級としては強いになります。そしてその後も発達を続けます。12日には950ヘクトパスカル、13日伊豆諸島の南側の近海ではも950ヘクトパスカルということで、強い勢力のまま本州近辺に近づくというふうな想定予想をしています。海上の方ですけども、現在ご覧のような波浪になっています。波浪予想、今日の18時を想定しているんですが、九州の南海上はこちら台風6号によるしけを表しています。右下に現れてきたもの、こちらが台風7号によるものです。台風はだんだんと発達してきますので、中心近辺の波の高さも次第に高くなってきている、しけから大しけのエリアというのが拡大してきているというような様子が見て取ることができると思います。台風6号が去った後も台風7号の影響を受けて、日本近海はしけ模様が続くというような状況になりますので、海にお出かけの場合は十分に警戒をしていただきたいと思います。以上、台風7号に関する最新の情報を予報センターからお伝えしました。